はい、ポークウィンナー、マニアユッキーの、今回は食べていく、ウィンナーは、じゃーん、パシャウエッセン、パリパリ、シャウエッセンです。これは会社が日本ハムですね。日本ハム、値段がこちら2袋で、確か350円ぐらい。安かった。うん。そしてこちら1袋が 127g 入りです。ので、2袋で、まあ、250g 入りぐらいですね。うん。まあ、容量も多くて、なかなかいいですね。特に、これといって、まあ、書いてあることもないですね。パリッとした美味しさ、シャウエッセン。としか書いてないんだよね。ポーク粗挽き。特に味については全く振られてませんね。うん。ということで。それでは、ビールと一緒に、またしても、飲んで食べていきましょう。まあ、具体的にね、シャウエッセンは何本入りなのか、数えます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 本入りですね。うん。つまり、1袋あたり6本入りということになります。1袋あたり6本入ってて、普通の、一般的なやつだと、だいたい5本入りなんです。うん。シャウエッセンは1本多いんですね。ただ、その分、まあ、値段も高いっちゃ高いんだけど、でもそんなに高くなかった。安売りしてた。では、いただきます。ん？美味しい。結構皮固めですね。皮固めっていうか厚め。うん。以前の、前回のやつに比べると、ほんのちょっとだけ多分薄い。だけど、前回のが多分厚すぎたんだよね。で、食うときに、ギュイギュイって音がするんですよ。ゴムの。なんていうの。ゴム手袋食ってるみたいな、なんかギュイギュイって言うんですよね。口の中で。うん。それほどではない。ただ、普通のウィンナーに比べると熱いですね。うん。かなり。皮が厚め。おぉ。うん。で、味としては結構マイルドタイプ。うん。うん。酒のつまみというよりは、普通の、ソーセージ的なやつ。うん。普通におかずとして使えるね。うん。ああ。うめえ。うん。おいしいやんな。ただね、別に特別シャウエッセンがうまいっていう感じはしないですね。シャウエッセンにかけられる3分間の魔法をお教えしましょう。シャウエッセンを一番美味しく食べる方法、それはとても簡単、実にシンプル。
黄金の3分間ボイルというらしいんですけど、まあ、これ袋の裏側にも書いてあるんですけど、お湯を沸かします。沸騰しましたら弱火にしてシャウエッセンを入れて3分間茹でるだけ。これだけらしいです。うん。うん。まさにこれなんだよ。俺はそれで作りました。そうやってね。うん。うまい。やっぱりね、シャウエッセンだけかな。食べるときに、プチって言って、まあ、いわゆるパリって言って、言うんだよね。ちょうどいい、パリパリさ加減というか。ちょうどいいこのパリッパリッとする、このうん厚さね、皮の厚さね。多分突筆するとこはそれぐらいですね。シャウエッセンだからっつって味が濃いとかでもないし、かといって別にうまいかっていうと、いや別に普通じゃねって、なるんですよ。だから個人的に言うと、なんだっけ、コウくんだっけ、あれが美味しかったな。コウくんだったっけ、コウくん。コウくん美味しかったな。しょっぱめだった。だったっけ？幸運だったっけ？ごめん、忘れてた。個人的に、前回、前々回か。前々回のあたりだったかな。前回、前々回あたりで食った。あれが美味しかった。確か幸君だった気がするんだけど。結構、スパイスが効いてた。まあ、これはあれでしょ。安定の四つ星です。ご視聴ありがとうございました。